ここでクイズです。このお城は何城でしょうか？彦根城。正解。彦根城は姫路城、松本城、犬山城、松江城とともに国宝に指定されています。ではこのお城は？正解は小谷城。戦国時代、浅井家の居城で日本五大山城の一つに数えられています。これもお城だったんだ。織田信長と浅井長政が戦った姉川の合戦は有名ですよね。そうです。滋賀県は歴史が豊かな県です。たくさんのお城もありました。最後の問題です。滋賀県にはどれくらいのお城があったでしょうか？300とか？5つぐらい？正解はおよそ1300。滋賀はお城がいっぱい。滋賀県は日本有数のお城の国なのです。すごい、たくさんあったんだね。こんにちは、子供リポーターの山内かれんです。そんなにあるんですか？どこにあるのか知らないな。こんにちは、滋賀県青少年広報レンジャーの馬場かなでです。滋賀県青少年広報レンジャーは滋賀県が行う取り組みや活動などに参加し、県の SNS などを通じて県政情報を発信。若者の視点をこれからの滋賀県に生かしていこうというものです。7月25日には12名が委嘱されました。委嘱された意気込みを聞かせてください。滋賀県の魅力をたくさん伝えていきたいと思います。頑張ります。今回のテレビ滋賀プラスワンは夏休みスペシャル。山内さんと馬場さんでみんなが知らない滋賀県にあるお城について紹介してもらいます。ではテレビ滋賀プラスワン夏休み子供スペシャル、滋賀はお城がいっぱい、スタート。2人が訪れたのは甲賀市、JR 草津線油日駅。お城の専門家と待ち合わせをしているのですが、あ、来られました。こんにちは。あ、こんにちは。近江のお城について教えていただく滋賀県教育委員会事務局文化財保護課の松下さんです。松下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この近くにお城があるんですか？たくさんあるんですよ。うん、お家の、裏山とかね、雑木林の中とか、あるいは近くの田んぼのすぐ横とかね、そういうところに、ね、至る所にお城があるんです。え、住んでる家の裏がお城ってこともあるんですか？はい、あるんです。ということで滋賀のお城ウォッチング、一箇所目に行きましょう。こんなところにお城があるんですか？山と田んぼしかないように見えるんですが。じゃあ問題です。どこがお城でしょうか？もしかしてこの石垣？違います。実はこの辺の田んぼがお城の跡だったりして。あ、惜しいですね。実はあの林の中がお城の跡なんです。ここは和田城っていうお城があったんです。で、まあ、林、外からだとね、林しか見えないですけど、中へ入るとお城のいろんな痕跡が見ることができます。甲賀市は戦国時代の城郭跡が数多く残っています。300から400もあるとか。普通の山じゃないんですか？いや、実はね、こういうのが戦国時代の山城っていうもんなんですよ。これは何て読むんですか？これはね、腰車って読むんです。腰車？うん、腰車って何ですか？ね、車っていうのはお城の中にある平らな土地のことを言うんですよ。でそこにはまあ建物が建ってるかもしれないし、まあ、建てなかったとしても、例えば兵隊さんとかがそこにこうたくさん集まるような、そういう場所としてあるんですね。ここはどのあたりが平らなところだったんですか？まあ、ちょっと草がぼうぼうで分かりにくいかもしれないんですけど、こうよく見るとですね、平らな土地がずっとこう広がっているのが分かるかなと思うんですね。でこのあたりが全体的に腰車っていう、そういう場所になりますね。すいません、はい、この虎の口って読むんですか？これはね、小口と読むんです。
小口、それは何ですか？小口っていうのはお城の出入り口のことを言うんです。ちょうどここがね、そういう出入り口に当たってて、これを小口というんですわ。それじゃあこの奥に行ったらお城があるんですか？このね、さっきの腰車も含めてこの山全体がお城なんですけども、ちょうどこの奥がお城の中心の場所になりまして、その中心の場所へ入っていくための出入り口がここと、そういうことですね。わあ、なんかすごく広がったような景色になりましたね。ここはね、主閣といいまして、お城の一番中心の場所になります。おそらくここにそのお城の城主の住んでた屋敷があったんじゃないかなと思いますね。ここのちょっと高くなっているところは何なんですか？これはね、土塁といいまして、土を盛り上げて作った壁なんですね。でこの主閣の周りにはこの土塁がぐるっとこう取り巻いてる。で、この中心部分を守ってるんですね。この和田城の面白いところを教えてください。この和田城っていうのはやっぱり甲賀のお城のすごく典型的な形をしたものなんですよね。でしかもそれが非常にこうよく残ってると、周り見てもらったら土塁って言われてる壁がですね、きちんとこう高く残っていたりとか、あるいは、ここへ入っていく入り口なんかもこうちゃんと残ってるという、そういうふうに当時のお城の様子っていうのが非常によくわかるっていうのが、この和田城の大変面白いところじゃないかなと思いますね。でね、和田城見てもらいましたけど、どうでした？全体を見ると林に見えるのに、中に入ってみると土塁などのお城の跡がいっぱいあってびっくりしました。土塁などによって敵が侵入しにくくなっているような工夫がたくさんあって面白かったです。はい、よかったですね。さて、滋賀のお城ウォッチング2つ目は水口岡山城。はい、じゃあ問題です。ここからお城が見えるんですけど、どこにあるでしょうか？あ、もしかしてあの建物？違いますね。あれはね、県のね、合同庁舎、県の建物なんですよ。さあ、どこでしょう？じゃあ、あの川の中とか？さすがに川にはないですね。お城っていうのが何のために作られてるのかっていうのを考えてみたらどうですかね。そうするとどこにお城があればいいかっていうのが分かると思うんですけど、どうでしょう？さっきは集落を守るためって聞いたので、高いところにあるんですかね？そうですね。周りがよく見渡せるようなところですね。じゃあそういうふうに見て、じゃあどこでしょう？あ、花山ですか？あの山からだと町が一望できそうです。正解です。後ろに見えてる高い山、あそこに実はお城があったんですね。水口岡山城は羽柴秀吉が家臣の中村和氏に命じて築かせた山城。羽柴秀吉は後の豊臣秀吉。皆さんが知っている名前が出てきましたね。じゃあちょっとこれを見てください。これがね、水口岡山城っていうお城の全体の図なんですよね。このお城っていうのは見たら分かるように、まず非常に大きい。さっき和田城で見たような平たい廓、これがねたくさんあるんですよ。1つ2つ3つ4つで、上の方にもあって、このお城が建ってる場所っていうのが実は、東海道っていうね、街道が通ってるすぐそばに建ってて、で東海道っていうのは、東から西へと向かう人が通る道ですよね。でじゃあ秀吉がの時代にね、東の方にいた大きな大名って分かります？誰か分かる？知らない？分かる。徳川家康って知ってる？知ってます。だ当時やっぱり秀吉が一番気にしてたのは徳川家康なんですよ。で徳川家康が東側から攻めてくる。当時徳川家康は静岡にいたんでね、東からこの近江を越えて大阪、秀吉がいる大阪に攻めてくるっていうのをやっぱり警戒して、そして、作られたのがこのお城なんですよね。この辺りには何があったんですか？ね、そこをちょこっと盛り上がってるでしょう、はい、そこのところには実はね、天守閣が建ってたんですよ。へー、さっきの、ね、和田城には、ね、天守閣がなかったんですけど、この水口岡山城には天守閣があるんですよ。そこもね、和田のお城とは違うところですね。
天守っていうと私たちがイメージするようなこういう大きいお城のことであってるんですか？そうですね、実はね戦国時代のお城には天守ってないんですよ。で天守が歴史上登場するのは織田信長の安土城が最初って言われてまして、でそこからそういう天守を持つお城っていうのがどん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 増えてくると。だから天守がここにあるっていうことは実はここの甲賀っていうところに新しい時代がやってきたと、それ以前の戦国時代とは違う新しい時代に移り変わっていったんだよっていうのをこの周りの人に知らせるっていうそういう効果もあったと思いますね。すごい気持ちいいですね、うん、ここはね三の丸って言って稲口横山城の中で一番東の端っこにあたるんですよね。だから東側の様子っていうのが一番よく見えるところなんです。さっきも言ったようにやっぱり東には敵がいるんで、その敵をやっぱり遠くまで見通せるようにっていうことで、やっぱりここの場所っていうのはすごく重要だったんですよね。甲賀市の2つのお城を見た感想はどうですか？東から来る敵をしっかり高いところから見れるように工夫されて作られていることが面白かったです。こう滋賀県って普段何もないというイメージが持たれると思うんですけど、お城一つとってもたくさんの種類があってすごく魅力のあるところなんだなというのが改めて確認できました。滋賀のお城ウォッチング3つ目は、滋賀県にはだいたい1300ほどお城があるんですよ。ただやっぱり1300もお城を見て回るのはやっぱり大変なので、実はちょうど今この安土城考古博物館でお城の展覧会をやってますので、そちらを見に行ってですね、それでちょっとお城の勉強してみようと思います。じゃあ行きましょうか、はい、滋賀のお城ウォッチング3つ目は滋賀県立安土城考古博物館。館内では弥生時代から古墳時代の生活様式を再現展示しているほか、安土城をはじめとする城郭の変遷や織田信長の人物像に迫っています。現在開館25周年記念第56回企画展近江の城を掘るが開催中です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ここではどういった展示をしているのですか？滋賀県には1000以上お城があるんですけども、そのうち発掘調査が行われた40の城を取り上げて展示しています。あ、小谷城ですね。今日のクイズで出てました。そうですね、小谷城も実際に信長と戦った城で、いっぱい資料が出ているんですけども、でもお城は戦うとこですけども、実際に生活してたことを示す資料もたくさん出てます、うん、でこっちは甲賀の城から出た資料ですね。これは今日私たちが見たお城と同じのですか？そうですね、和田城なんかも調査すると多分こういうのが出てくると思います。あ、沢山城ですね。石田三成のお城ですよね。そうですね、沢山城です。この犬の模型みたいなのは何ですか？それね、犬柄土製品といって、はい、大阪城でいっぱい出てるんですけども、豊臣秀吉の時代なんかに結構全国に流通するんですけども、犬っていうのは子だくさんであったりするんで、これが安産のお守りとか赤ちゃんに恵まれますようにみたいなお守り代わりに使われてたと言われています。ですからこれが、これが出るってことは豊臣秀吉の時代ぐらいの、遺跡であったり城かなっていうのが分かります。これなんか面白い資料なんですけども、お城の中にその屏風、座敷に飾るようなそういう屏風の飾りの金具なんですけども、そういうのが出てますんで、城に住んでた同時にちゃんと座敷みたいなのがあって、そういう飾りも行ってたというのが分かる資料。あ、私たちがさっき言った稲口岡山城だ。あ、そうですね、ここにあるのが稲口岡山城の瓦ですね。2種類出てます。1種類は水口岡山城専用の瓦、もう一つは高島の大溝城で使われてた瓦、その2種類があって、それが水口岡山城に出てます、ということは要は城っていうのはある意味でリサイクルなんですね。使えるものはよそから持ってきて使う、
だから安土城なんかでも創建にある三重の塔とか、うん、楼門なんかっていうのは甲賀から持ってきたものをそのまま使ってます、うん、企画展近江の城を掘るは9月18日までです。お城のいろいろなこう歴史あるものを見てきて、こう戦国のものだったりとか、あと生活の遺跡も見れて、こうお城がすごく生活に身近なものだったんだなっていうことに気づきました。昔の食器などのいろいろなものが見れて面白かったし、犬のお守りがすごい可愛かったです。ここで広報レンジャーのお仕事、埼玉県から来られたご家族に突撃インタビュー。どうですか、滋賀県の魅力とかどのようなところがありましたか？はい、琵琶湖が大きくてびっくりしました。で、昨日は近江牛を食べたんですけれど、すごく美味しかったです。あまり滋賀県について知らなかったんですけど、今回来てみて、滋賀県にはいろいろな歴史があってとてもびっくりしました。滋賀県が持つ歴史の豊かさを感じてもらったようです。滋賀のお城ウォッチング、最後は私たちがイメージするお城の先駆け、安土城。安土城といえば織田信長のお城だ。すごいお城だったっていうことは知ってるよ。その安土城はどこにあったんですか？僕たちの後ろに立ってある安土山、あの安土山が全部安土城だったんですね。安土城はどんなお城だったんですか？安土城はそれまでの戦国時代のお城とは全くタイプの違うお城だったんですね。でまずこの山全体に石垣が使われてまして、山のてっぺんに高くそびえ立つ天守、そういう高くそびえ立つ建物っていうのもそれまでのお城にはなかったですね。でしかもその天守が金やら黒やら赤っていうですね、非常に派手な色で飾られていたと、そういうきらびやかな天守だったっていうのが特徴ですね。荘厳華麗だった安土城の天守が再現展示されています。安土城天守信長の館です。すごい大きくて綺麗で金ピカですね。赤い色もすごく派手で、なんかこうすごい豪華さがありますね、うん、これはね、安土城の天守閣の、実物大の復元をしたものなんですよ。で安土城っていうのは織田信長っていう人が建てたお城なんですね、うん、でみんな今言ったようにすごく派手でしょ、うん、すごい色も金が使ってたり赤が使ってたり、うん、そういう派手なお城を多分信長は建てたかったんだと思うんですね。それまでには全然なかったタイプの、ね、新しいお城として作った、それが安土城なんですよね。さて滋賀のお城ウォッチング、お二人どうでしたか？和田城などでしっかりとお城の跡を見れてよかったし、家の裏や林の中に昔はお城があったということにびっくりしました。時代ごとに出土品やお城の種類が違ってすごく見ていて面白かったです。まだまだ滋賀県にはたくさんお城があると思うので、自分でどんどん見に行きたいと思いました。滋賀県にはね、たくさん1300っていうですねお城があるんですね。で今日見ていただいたのは、まあ、そのうちのほんの一つ、一握りでしかないですけども、まだまだ他にたくさんありますので、ぜひ機会があればそういうお城をですね、見て回ってもらえたらいいかなと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回滋賀県青少年広報レンジャーとして初めてのお仕事でした。この様子は滋賀県公式の Facebook にも掲載しています。ぜひご覧ください。それではさようなら。